さあ待望のユーロ24グループステージ初戦、両チームはどのような試合を見せてくれるでしょうか。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦を BVB スタディオンドルトムントからお送りします。実況は私西岡明彦、解説には福西崇さんをお迎えしています。ご覧いただくのは UEFA ユーロ2024グループステージの第1戦、トルコがジョージアと対戦します。グループステージ突破にどうする、入った、早くも先制点が生まれました。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。ミカウターゼ、おっとパスをカットした。アルダ・ギュレル、チェリク、ボールを前に運んでいく。これはキーパーのファインセーブ、決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが、素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。コクチュ狙っていた、見事なブロック。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も見事でした。否定守備で着ベタゼ、カシア、否定守備リミカウターゼ、ボールをドリブルで運んでいます。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。相手チームがボールを持ちます。クバラツエリア、イルファン・カフベジ、チェリク、アルダ・ギュレル、
イルファン・カフベジ、チャンスになるのか。いいパスだ。ディフェンスの選手が止めた。いいパスだ。ここでなんとかボールに寄せてきました。ああ、これはオフサイドですね。ここはインターセプト。しっかり予測していました。規定守備にミカウターゼが前線に運んでいきます。ゴールキックから再開です。ゴールの瞬間の映像が流れます。チェリク、インターセプトしました。ミカウターゼ、ボールを前に運んでいます。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。バリッシュ、さあコクチュへ。バリッシュ狙う、ブロックした。相手のシュートに反応しています。チャクベタゼ、ここはサイドのスペースを攻め上がります。規定守備にボールを運んでいます。点差を詰めたい。このセーブはキーパーのファインプレーです。ディフェンスがうまく対応。イルファン・カフベジ、チェリク、アルダ・ギュレル、ここでインターセプト。ドバリ、おっとフリーです。狙ってくるか。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。コーナーキックを蹴った。遠目からのヘディングシュートですが、ボールはバーを越えていきます。チャクベタゼ、カシア、フビチャ・クワラツヘリア、チャクベタゼ、ここはシュートチャンス。決まった。これが反撃ののろしとなるのか。同点まであと1点です。
見事なゴールが決まりました。鮮やかでしたね。技術の高さがうかがえますね。ビューティフルゴールです。イルファン・カフベジ、チャルハノールに渡った。カフベジ、アルダ・ギュレル、アクツル・コール、打った。ボールはゴールに吸い込まれるも副審の旗が上がりました。オフサイドの判定です。タイミングは紙一重の差だったんじゃないでしょうか。ビッグチャンスだっただけに惜しかったですね。ボールポゼッションは相手に移ります。チェリク、チャルハノールに渡った。カフベジ、イルファン・カフベジ、打ってきた。見事なセーブ、入れさせない。カカバーゼ、ドバリ、クビチャ、クバラセリア、入れば同点となります。これは勇気のいるタックルです。ハカン・チャルハノール、チェリク、アルダ・ギュレル、ここで攻撃を止めます。サイドからの攻撃、スペースを攻め上がります。中の選手の頭上を越えていきます。アルダ・ギュレル、さあコクチュエ、バリシュ、ディフェンス、ボールを奪います。規定守備で味方につなぐこともできます。クバラセリア、イルファン・カフベジ、パスをカット、いい読みでした。相手陣内でのドリブルです。バリシュ、アクツルコール、バリシュ止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。アクツルコール、ここぞというところでインターセプト、アバヤという場面でした。ここで前半終了となりました。ハーフタイムです。後半戦が始まります。
このボールは重要です。アルダ・ギュレル打った。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。フレッシュな選手の投入です。ボールを前に運びます。どこから仕掛けるのか。これはいい反応でした。今度は止めましたね。コーナーです。追加点が欲しいところ。これはフリーキックになります。目の前で打たれたシュートでしたがキーパーが止めました。よく反応しましたね。決まってもおかしくない場面でしたがナイスセーブです。チャルハノシュート。ピンチを抜け出せるか。これはオフサイドです。受けては一旦オフサイドの位置に戻ろうとしましたがちょっと間に合いませんでしたね。パスを出す側がもう少し待つべきでした。ボールポゼッションを守れません。カシア。規定守備。ここで取り返す。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。ボールを前に運んでいます。いい攻撃でしたがここでボールを失います。チャクベタゼ。規定守備で相手にリードを許していますがここは急がずにボールを回しています。ここで大きく前に出します。高い位置でカットしました。プレスが効いています。相手からプレスをかけられています。フェルディ・カディオグリ。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。引いてリードを守るのではなく素早くパスを回しています。相手にボールが渡りました。規定守備に頭越しにパスを送ります。このプレーはオフサイドです。
フェルディ・カディオグル、アルダ・ギュレル、アクツル・コール、イルファン・カフベジ。サポーターの期待が高まる。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。ここで交代させるようですね。キテイシュビリ、アルテナシュビリ、ボールを回します。仕掛けどころを探っているのか、1点も追いかける状況です。カウンターのチャンスです。カウンターへの対応が遅れているようです。入った、ゴール。ここでリードを2点に広げてきました。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。カシア、否定守備に、ドリブルでボールを運びます。否定守備に、ディフェンスが冷静に処理します。ここはオフサイドを取られました。もっと待ってからパスを出すべきでしたね。受けてももっと早くオンサイド側に戻らないとうまくいくはずがありません。イルファン・カフベジ、前を向いてボールを運んでいきます。シュートを打ちたい。いいクロスだ。マイナスのボール、このシュートを弾いた。ボールをクリアしました。どうもディフェンスが後手に回っている印象があります。アクツル・コール、ここでなんとかボールに寄せてきました。ドリブルで侵入していきます。うまいパス、ゴール、ゴール。これで3点差。何点取る気なんでしょうか。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。否定守備に、クバラツエリア、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。体をうまく使ってキープする。かなり無茶なタックルでしたね。おそらく警告を受けるでしょう。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。これはナイスディフェンス。
タックルで阻止しました。規定守備。試合終了まで15分です。ディフェンスボールを奪います。ここは打たせない。タックルで危機を出しました。ここで抜けたのは大きい。しかし別の選手がカバーに入って止めました。カウンターアタックに入るか。まだカウンターのチャンスは終わっていません。止めた。ママルダシビリよく反応しました。ここで選手を変えてきました。中を狙うか。ここはクリアします。サポーターからのシュートコールが響く。ここで攻撃を止めます。カシア、アルテナシュビリ、ダビタシュビリ、来たぞ。ポスト際へのシュートはわずかに外れました。どうやら選手交代のようです。アブドゥルケリム、アイハン、このパスは通しません。素晴らしいパス。このコーナーは得点のチャンスです。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーキックをうまく処理しました。アルテナシュビリ。試合終了まで5分を切りました。相手の裏を狙うロングパス、しっかりキープしています。チャンスになります。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターをフィニッシュまで持ち込めません。ここでボールを失いました。カシア、アルテナシュビリ、ドリブルで進みます。しのぎ切れるのか。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。ここからどうするのか。これはチャンスです。ナイスセーブ。キーパーがよく集中しています。ボールを入れた。クリアできるか。チャンス来た。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。
中に入れた。このピンチはクリアでしのぎます。ボールを守っています。これは決めたい。止めた。ここはキーパーが立ちふさがります。カウンターアタックのチャンスです。ここで試合終了です。ホームチームが勝利しました。やはりこのチームの強い